四条殿、少し変わった。めんどくせえの回数が減った気がする。ああ、まあな。いろんなもん背負ったからな。とはいえ、結構無理してんだ。愚痴はたっぷり聞いてもらうぜ、元気。四条殿、確かに愚痴を聞くとは言ったけど、毎晩は勘弁して。悪い、元気。お前以外、甘えられる相手がいなくてな。そこで、そう来る。四条殿、左近殿に聞いたのだけれど、あちらにも愚痴をこぼしているそうね。いや、本当に頼ってるのはお前の方で。なんだか少し安心した。左近殿、少し知恵を貸してもらえませんか。いい加減な人にやる気を出させたいのです。頭、容姿、性格、あんたは完璧すぎる。だから相手は依存しちまうんです。もう少しバカになったらどうです。少し抜けた女性に男はグッとくるもんですよ。左近殿、先の助言は無駄になりそう。バカになるってどうしたらいいのか。こいつは傑作だ。バカになることを悩む人初めて見ましたよ。笑わないでください。これでも真剣に悩んで。おっと、もう相談には乗りませんよ。あんたの愚痴聞くとちょいとね。ごめんなさい、左近殿、あなたの行為に甘えすぎたようです。いえ、いい女を泣かせるバカ。いや、あんたの大事な人を殴りたくはないんで。元気ちゃん、あ、元ちゃんでいっか。はい、元ちゃん、元気？はい、そうですね、元気です。ねね殿もお元気そうですね。他人行儀な物言いだよ。私少し寂しいよ。ねね殿、衣装がキラキラしていて、読書疲れした目には刺激が強い。元ちゃんが突っ込んでくれた。私嬉しいよ。元ちゃんは親しい子にしかダメ出ししないって聞いてるからね。はい、元ちゃん、元気？ねね殿、それ何度も重ねるとさすがに寒い。私、何度も言われてることだし、それに。こんなにも突っ込んでくれて嬉しいんだけど、途方だよ。その小さな体でよくやっているな。私も戦場に立てば一人の将です。自分の責任は果たしてみせます。そうか。だがくれぐれも無理をせぬことだ。いつも気にかけてくださいますね。私の戦、それほど不甲斐ないでしょうか。うん、心配なのでな。いや、すまぬ、心配はいらぬと思ってはいるのだが。いえ、お心遣い感謝します。やはり言っておこう。お前は才がある。故に知らずに無理をしている部分もある。少しは他人に甘えろ。ん？どうした？俺では不足か？いえ、その、少し戸惑ってしまって。そんなこと、あまり言われたことがないので。